カトリック・ハウトシュル基幹学校とは、ドイツとオーストリアにおいて、前期中等教育を行うエストレベル2の学校であり、4年間の初等教育を終えた者が入学する。ドイツの教育制度においては、4年生の基礎学校を経た者の進路は、ギムナジウム、実家学校、基幹学校の3つに分かれる。うち学校は5から6年生家庭であり、15から17歳にて、 卒業することとなる。基幹学校の教育課程は、週間授業時間数は27から32単位時間であり、ドイツ語、英語、数学、物理、科学、生物、地理、歴史、政治、宗教または倫理、音楽、美術、体育、労働化から構成され、労働化は技術、経済、家庭の基礎知識の習得と職業準備を行う教科である。 実家学校やギムナジウムとは異なり、第二外国語の授業はない。なお、機関学校には、第十学年を置く6年生とすることができる。卒業後の進路は、職業学校に通いながら、会社、企業で技術を身につける、デュアルシステムに基づく、職業訓練を受けようとする者及び、職業専門学校へ進学しようとする者が、進学する学校である。これら、 職業上級学校もしくは職業専門学校を卒業した者は専門大学入学資格を得ることができる。マッピング・オブ・ナショナル・エデュケーション・プログラムズ・ジャーマニー。ユネスコ、2015年11月2日閲覧。森谷誠治、上村幸、ドイツ・バイエルン州の機関学校の数学教育について教育目標と卒業試験問題から。 教育実践研究企業第11巻、2011年3月、31から40ページ、ネイド1200億553万61。文部科学省編、諸外国の初等中等教育の、ドイツの P96 による。寺沢公共、ドイツにおける、実務型高等教育に関する考察、専門大学の実習セメスタ。 岐阜聖徳学園大学短期大学部起業第36巻2004年3月85から101ページイ度1100億96万3675ありがとうございます。